拠点から一番近い要塞を探しているところですが、こっち方面は、昨日1個、昨日見つけた1個目のなんか分断されてる要塞、ポータルがないやつが見つかったのがこっち方面。で、昨日2個目見つかったのはメサのところなんで、拠点からだいぶ遠いんよ。で、一気に離れたところ、まあ、あえてね、離れたところ行ったっていうのはあるけど、でも、まあ、よくよく考えたら拠点から近い方が、エンドに素材取りに行くにしても早いかなっていうので、一番近い、拠点から一番近い要塞を探そうかなと。なので、1個目のとこはこっちだったんで、こっち方面に、こっちが北なんで、北東くらいの、北東方面に進みながら、時々エンダーパール、あ、エンダーアイ投げて、っていうのでやってみようかなと思ってます。まあ、ざっくりなんで、一旦ここ抜けた方がいいかもね、山。山抜けて。やっぱ道は作っておくもんじゃな。こっから抜けれるよな。普段使わないけど、不意にこういう時に役立ったりするからな。一旦抜けたいな、この辺り。エンダーアイが、エンダーアイを見失わないような場所で使いたいけど。まだ多分言うて反応しつつ、この森を抜けることができたら投げてみたいかな。抜けられそうにないんだけど 抜けられそうにないんだが、なんか変なところに投げると、土の中に埋まっちゃったりするからさ。広角見失わないようにせんと。まあ、とりあえず北方面に進んでれば、まあ、北東だけど、北方面に進んでれば間違いない。地図埋めでしか来ないようなとこに来てんな。いや、険しいな。そろそろ投げたいんだけどね。メサの要塞は4915のマイナス2146だったので、それまでにはあるような気がします。最初見つけた村あたり方面かな。まあ、行ってみようぜ。ここどうにか、あ、抜けたか。抜けたね。よし、この辺りで一旦投げてみたい。村がある。あ、廃村だ。いや、これは期待できるか。一応北に向かって投げようかな。こっちが北だね。1投目。これまだ向こう側の反応だったら、こっち方面に飛んだら外れだと思う。まだだね。まだだよな。あの森の中にあるとかない？いや、あの森だったら、先にこっちが反応してるはずだよな。
拠点の少し北にある廃村です。あ、こんなところに。北東を目指す。あ、なんか変なところに出るな。一旦森抜けたいね、これは。プラス方面が東だったよな。東へは X プラス方面ね。とりあえず東方面に抜けちゃおう。これでもあれだね、エンダーアイも大事だけど、エンダーパールもあると楽なんかもしんないね、こういうところを抜けたいときに。あ、まあでも、あまり頼りすぎると危ないときもあるのか。行った先に、あの、こんな位置関係なんだ。行った先に、何があるか分かんないもんね。この辺で投げてみようかな。今これ北向いてるから、こっち方面に飛んだら、まだ反応してないと思う。まだだね。あった。こっちが来たね。一旦海に出るか、森抜けるよりは海から行った方がいいかな。一旦抜けるか。その先に崩壊石の山があります。あ、そうだった、ボート置いてきたんだった。木を切って作ればいいか。長旅になるかもしれないから作ろう。嫌な地形だな。ちょっと荷物が多くなるけど、レシピ変わるって大胆だよね。なんかさすがにシャベルは木のシャベルだっけ、あれは使い道がないっていう苦情が相次いだんかな。プラス本、今東に進んでるね。マイナス500くらい、ここから行ってみようか。こっち今北向いてるね。こっちだと外れだ。あ、失ったね。結構持たんのんだな。何回くらいかな。5回くらいで消えるんじゃないかな。まあちょっとこのまま進もうか。こっちが今北方面に、北に進んでますね。北東に向かおう。なんか陸地があっ
たらいいけどね。さすがにこれでメサのところまでないってことはないっしょ。800くらい、800くらいもリタ1回投げるか。で北方面向いて、こっちが外れ。いやまだか。なかなかない。あれ？これ今俺がやった？こっちにどうかな。メッサーのが4915のマイナス2100。あーでも割とあのでもメッサーの方に向かっていってはいるのか。まあ、距離はあるけど、どうなんだろうな。ちょうどその2つのさ、ところを掘り当ててたらすごいよね。どっちもあのオーバーワールドで行ってて。あれ？なんか今、ブクブクがあったけど。あれか。マグマブロックか。たまたまだったらすごいよね。この辺りで投げようか。あ、これなんか回転神殿かな。あ、回転神殿だな、あれ。で、一応、切った。え？一応切った。あ、これは、反応したんじゃないか。反応してね。ボートがあるから、方角分かんなくならなくていいね。こっち方面だったよね、今。海底神殿方面。あ、これ来たわ。新しく。2000くらいまで行ったら、やってみようか。で、目覚まってなかったら笑うな。目覚まってなかったら笑うぞ。いや、海底遺跡。わ、ここ、過去に来たんだもんな。この辺で投げてみようか。もう一回北向いてちゃんと投げてみよう。うん、あれ海底神殿か。あれ北どっちだ。なんかブロックのマス目が見えないから。あ、マイナス、いやこれ反対だな。あの、これ変な方向向いてたんかな。こっちが北か。あれ、こっちが北か。あ、でもこっちに飛ぶわ。東方面だ。普通の石か。東だな。
あ、とかね、メサの方が2マイナス2100だから違う要塞がありそうな感じだね。じゃあくらいまでいこうか。見つけるまでこのアーカイブのままでいこうか。2300でいいか。で北の方角向いて、このあと北向いてる。マイナス、マイナスが減ってるから反対か。こっちが北？違う。こっちか。あれ海底死んでんな。マイナス増えてるから北。今ちょうど真ん中くらいのところ。怪しい？こっち側。あ、消えたか。メサありえる？あ、最悪。本当だね。ほんと中間くらいだね。ほんとだね。まあ確かにまだわかんない。難破船か結構砂の上にあるな。まあ、でも基本的には来たことあるのかな。一回陸の上で投げるか。東方面、陸の上にあったらいいんだけどな。陸の上じゃないわ。この海じゃないとこにあると楽なんだけど。村がある。マイナスが増えるからこっち。あ、まあほぼ北東。北の東、北東より東寄りって北北東って言うっけ。4分の1北東東北東東じゃな、北東東って言うっけ。こっち方面だな。村なんかあったっけ。あー、でもメサの横のマップにあったかな。ナンパ線って思ったよりあるんだな。てか見えてないだけだったんだな。ナンパ線めっちゃあるんだな。あ、メサがあるわ。メサが見えましたけど、これはフラグですね。もうここまで来たらもうこっちだよな。4000をメサです。これもう逆にこっちに反応してないとおかしいもんね。ちょっと待って、一回寝よう。
じゃあマジで引き当てたんかな。運が良かったんじゃないじゃん。別に目魚投げましたからね、そう。もうやるまでもないか。帰りは目魚と帰りはいいけど。まあでも一回は確認しとかんとな。ずーっとその疑念がさ、拠点からもっと近いとこあるんじゃないかなっていうのをさ、ずーっと思い続けるのはやっぱり、精神衛生上よろしくないから。まあ、一回は必要な、あれだったんだよな。じゃあその最短の二つを見つけてたってことか。こっちだから、こっから、北、4914の、そうだね。これ間違いないね。戻るか。さすがに、やっぱり拠点の南に探してみる、行ってみる？行くのはいいよ。南側？じゃあ、ちょっと待ってよ。メッサから帰ろう。3054、昨日の座標が役に立った。3000、マイナス978。もうほぼここからまっすぐくらいだ。なるほどね。南側か。まあ確かに。まあ被ることはないわな。行った先でね。まああと1時間ありゃ、たどり着けそうな気はするな。で、拠点に戻って赤吹きに帰るか。帰れるのがまた救いだ。なかなかないもんですね。ねえ。1個目のか。1個目のが、マイナス1950の1050くらいか。南側も1000ちょいしか行ってないから、まあ確かに被らないところが絶対見つかるは見つかるはずだもんな。はずっていうか見つかるもんな。ずーっと行けばな。行ってみようか。ちょうどでもあれだね、対角線上じゃないかもしれないけど、1個目が拠点から見て、どうなる？ちょっと待って、こっちか。ポート置いてないのか。1個目が拠点から見て、南西方面で、2個目が北東方面だったかな。
ボットではなくても早いです、じゃあ不要なものを置いて、今回はボート拾ったね。行ってみようか。まあなんだかんだでこの効率的な方法はあれど、結局細かいところは地道な作業にはなるわな。こういうなんか最短かどうかを確認するみたいなのは地味な作業にはなりますが、まあ今後ずっと使うものだからね。これでいいかな。作業台いるかな。まあ一気に捨てりゃええか。マップのところ、あ、ここに立ってアーカイブ切り替えるか。